対戦トンプを、まあ、いつも通り打っています。このサムネイルの頭、てっぺんになんとか大会1位みたいな、あれはイベント戦をクリアするとくっついてくるのかなとなんとなく思いますが、まあ、もし知っている人いたら教えていただければ嬉しいです。トンパツなんちゃドラパーピン、ドラのパーピン使ってリーチドラ1が、リーチドラドラがまあいいとこかなと。捨て牌見ていくと3人ともまあ目立った捨て牌はいないですね。ちょっと赤ウースを使うか。今ウーピンから入ると赤ウーキってリーチピンフみたいな普通の手になるんで、まあそれでも全然いいと思うんですが、なんかちょっと味気なかったんで赤を使うと。右はハツをポン。ピン繋いでるけど本一ではない。あれ。まあ一応一通の手代わりでダマかな。これはうまい。こう。天砲やり慣れてんじゃないかぐらいの、なんかうまい泣きっていう上がりに見えます。いわゆる6巡目に早い上がり、6巡以内に上がるってやつです。点数は1000点でも2000点でもいいんです。今実際6巡目くらいだったんで、まあ向こうとしては目的は達成。トン2極、ドラは3ピン。右が白をポン。捨て牌ピンフ系なんで白プラスドラ。もう一つ自牌はあるかもしれないですね。トン白とか。白発とか。ここは全突破。6チッパあたりを遠くに見ながら攻撃でいいんじゃないかなと。こういう動きは、これは2000点とか高くてザンクとか、いわゆるスピードの、打点じゃないスピードの打ち方なんで、こういうのにリーチってやると、一気に立場が逆転するんで、まずはリーチをしたいとこですが、ちょっと手格好追いついてないなと。トンは2枚切れですが、イーシャンテンに形を持ってきて、まあリーチするかなと。ん？あ、そうなると単用だな。3と7はチーです。ここは振り込んでもいいので、なんか攻めたいとは思いますね。リーチツモゴット。振り込みと親かぶりで、へこんだんですが、お、ちょっとちゃんた系、翻弄、まあ、この辺があっさり重なるようであれば、ちょっとは翻弄も、お、これはちょっと面白い手格好。染めてと、三暗光とちゃんたを全部、保険にかけながら、9ピンがない。お、お、お。
トイトイ、初トイトイ、5-2、十分。これは、ごめんなさい、数アンコいかないです。初トイトイ5-2でトップなれるんで。てんてんてんですが、これは次の曲に、お、すごい、次の曲に逆転ってくる保証もないんで、これはトイトイか。ちょっとこうポン、今パーソーでチャンタも見えたんですが、ここは 5-2 のトイトイを目指して、初で 5-2、 5000点の人がトップなんで、まあ初で上がればトップ。あんこばなのかもしれないですね。ひらりもポンポン、私もなんかといあんこ。きた。高めきた。3あんこの方来ました。2戦4戦。シーソーのローン上がりだけ、半ば不満足ですが、それでもローンします。トン4曲。お、留意層来た。YouTube ライブならこれ留意層見るんですが、単一戦だと、まあ、本一は見ても留意層は見ないなと。そもそも6688揃ってるならいいんだけど、68ってこう、まるでくっついてないんで、留意層って目線で見ると、浮いてる牌と浮いてる牌なんで、上が親。ここは闇ピンフで軽く1000点と蹴りたいとこですが、ちょっとツモが効かない。クイタンは見えますね。4ジャン島の222、差し5、6チッパと。まあ、一応広く取ります。ここはドラが初。自敗がドラで、ションパイである以上はリーチかけちゃダメです。リーチかけた後に初掴むパターン。まあ、自分がダントツラスで、もう振り込んでも構わんという点数であればいいんですが、闇でローンできない形であっても、ここは、一応3色イーシャンテン。なので、数ピンはチーしようかなと。チーソーからチーして、数ピンの、ペン数ピンはちょっとや、私はやりたくないんで、残りツモが1回とかであれば、まあやってもいいんですが、あらら。イ、ピンフ、ドライチ。ただ、初をも、これはリーチ。まあ、トップ目でもオーラスなんで、もともと闇ピンフですが、初を持ってきたら、この手崩すんで、初を持ってきたら、イーソー切ります。まずいぞ。12000確定。振り込んだ時点で、出す。やめて。イースピン早く切れ、誰か。バニーピンズが誰も切ってない。出てこない。ピンズ高い。左は鎮逸模様なので、ピンズの染めて E ピン、E スーピン抱えてそう。まずい。俺は4000オールも確定してるんで。まくられた。左がイースーピン6枚ぐらい持ってますね、多分。今黄色い枠で6枚ぐらい囲まれた上に、左はピンズの
染めてだろうと、捨て灰から見ると。なので多分イースーピンごっそりなのかなと。ちょっと勝てませんでした。まあ、配布見たいと思います。どうもありがとうございました。オーラスのリプレイを見てみます。まあ、左はピンズの染め手でイースーピンごっそり合ってんのかなっていうのを確認したいのと、右がまあ4茶なので、初を抑えてなんていうよりはもう自分が上がりに向かわないといけないので、右の初切りはまあ、大いにわかります。右がトップで初をションパイの初切ったんであればちょっと違うんじゃないかってなりますが、点数状況的に私も切るかなと。手格好によっては。上が2茶の親。まあ親なので、何でもいいんで上がりに行きたいんですが、形が良くない。左は1000点差で3茶。もういや、ピンフのみ上がって3茶キープでもいいし。まあ、1、2、3は遠くに見えますけど、ピンズの染め手にはちょっと見えないですね、今のところ。じゃあ私の読みは間違ってたのかもしれない。私は闇ピンフ、オーラストップ、右はラスなんで、1000点上がれば。1000点だと同点4茶。1300点以上必要なんで、まあ、リーのみと。あ、でも一応ピンズ伸びた。今。虎の初は右と上が1枚ずつ。私はクイタン、または闇ピンフ狙い。親が初の虎の初を重ねた。そこの辺でストップしてみると、親は虎の初重ねたんで、まあ、リーチドラドラ77と。初出ればポン。左はやっぱりなんかピンズが寄ってきました。ただ、マンズとソーズの形がそこそこいいんで、まだ、ピンズ一本はちょっとやりすぎかなと。私は闇ピンフクイタン K。右はマンズの一通。リーチのみ1300点。もう2茶とトップは見てない。まあ、そういう感じなのかもしれないです。あ、伸びた。あ、やっぱりイースーピンなんか入ってそうですね、左。右はマンズの一通見ないで赤ウーピンと単ピン系を見て。二刺し、イーシャンテン。単ピン三式、イーシャンテン。上もリーチ、ドラドラ。上も7700イーシャンテン。左はピンズは一応寄せてますけど、まだ言うほど染めてっていう感じではない。私は二刺し、闇ピンフ、闇クイタン。三色のみ、もう何でもいいんで。1000点。左がラスなんでやっぱり、9層と、初を切って、メンタンピンドライチ系に持っていきたい。一応、イースーピンのピンフドライチテンパイ。イースーピンは、まあ、右と上がイーピンつかめばつもぎりでしょう。左は手の中に入っちゃう。スーピンは、まあ、スーピンは出ないか。左、ピンズ寄ってきましたね。E ピンポン、パーピンチー、3ピンチー、
当たりをしたくて、うずうずと。私はイースーピン。お！こりゃ初キルわ。こりゃ初キルわ。こんなとこ入ったんであれば、初切って自分の上がり、8000は見えるんで。メンタンピンドラ1のイーシャンテン。上は初ポンしてサブローピン。上サブローピン、私イースーピン。さっき言った、リーピンポン、サンピンチー、パーピンチーと、そのパーピンチーのタイプです。チンイツ、イーシャンテン。テンパイ。スーソー、短期待ち、タンヤオ、ドラ、ドラ。ジャントーできず、4メンツが先にできちゃったパターンで、右、スーソーの5-2。上はもう文句なし、オヤマン。左は8000のイーシャンテン。私は逃げ切りのイースーピン。ああ、掴んだのは、上がり牌を持ってきたのは上。まあ、これは、手格好を開いてみると、ああ、もう、それ初キルでしょうっていう手格好ですね。まあ、4人が全員大物手を仕上げてきた。まあ、私はちょっと大物手っていうよりは、2差しになんなかった以上は逃げ切りのピンフケですが、全員攻めてきて、一番最初に、自分の有効牌、上がり牌引いたのが上と、たまたまドラポン入ってたと、いう一局で、結構、配布を見ると面白いなと思った一局でした。いつも MJ 見てくれてありがとうございます。また、トップ目指してやっていきますんで、よろしくお願いします。なんか見てて楽しめる要素があれば嬉しいです。ありがとうございました。